はいどうも始まりましたファミツーウェブ DVD ポッドキャスティング司会は私イッパルでございます <laughs> はい小島さん自己紹介お願いしますはい、えー、ファミツーウェブ DVD 副編集長のルパン小島ですルパン小島ちゃん <laughs>、えー、この放送から間もなくして私33歳になりますねお,らお,らおお。4月5日おめでとうだおめでとうだ嫌なもんですねでうもうね33歳ですどうしようなんかプレゼント買うってくるよじゃん俺 PSP が欲しい PSP が PSP か俺も欲しいなじゃあ2人同じの買ってポイントはお前のにためればいいからああそうかまあ買うなお前ってことだよよしそういうわけで我々微妙に日焼けしてるんですけれどもなぜかといえばハードでしたねハードでしたね月曜火曜と2日間びっちりロケに行きましたびっちり行きましたね久しぶりですよ本当。バカ王決定戦 DVD ファミズ本市の方にもね一回告知の写真ちょっと出ましたけどあれが1回目の撮影で その後まああの写真に写ってること100倍濃いことをですね <laughs> してきましたねそれより100倍すごいんだ100倍濃かったと思いませんか <laughs> いや濃かったねあれさあのー、俺こんな「よし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 」って乗ったんであれから結構いろんなメーカーさんからメールいただいて「うん、あのそのそ DVD ください」だからあのーうん、なんつうの告知記事で、うん、もうくれっと思う人がいたんなら。うん 間違いなく喜んであれをもう相当超越したロケをしましたからまあしかもあれなんですよね作ってるのはファミツ w e ブ d v d の山岸サンタを中心としたクレイジーチームでやってそうそすあれどうですか素材見た感じお湯は最高お湯がやっぱ最高これはお湯ってなんだよと思った方ぜひですねこちら「バカオ決定戦」の DVD は「週刊ファミツ」の方ですよ「ファミツ w e ブ d v d じゃなくて「週刊ファミツ」本手の方で。 応募することによって5,000名限定のプレゼントでもらえますんで応募締め切りは7月14日まで、はいね、ぜひファミツを買って応募してください、はい、そういうわけでファミツ WebDVD8 月号の紹介に入る前に、うん、オープニングタイトルコール行ってみたいと思います、はい、バカ王決定戦バカ王決定戦とこうコラボしたようなタイトルがいいですね <laughs> <laughs> これはファミツ WebDVD のポッドキャスティングなんだけども これを聞いてる読者の人も「バカを決定戦」の DVD を見ようね応募しようねっていうようなのも含まれている、うんうん、ミクスチャーですよコラボでミクスチャーだよ。 えというわけで出っ歯になったオズマ君がお届けしたタイトルコールでしたけどもちょっと言いにくそうでしたけどね,ねいろいろやらされるファミツー FDBD の AD ですよはいまあその AD のねちょっと汗とちょっと精液が混じって女子クイズファミツー FDBD8 月号なんですけど <laughs> いやいや涙も入ってるからね泣いてるんですかたまに泣いてるよな 俺も泣いてねえじゃねえ。俺かな。あれ泣いてる。ん。たまに泣いてる。そうかでじゃルパンが泣きながら作ったファミ通 DVD8 月号。まあカバーゲーマーデッドアライブ。ストリーム2。これはもう超期待して。デッドアライブのキャラクターがまあ降りなすその何ですかビーチスポーツ全般ということなんですかね。そうだね。ずっとスキーまで乗れちゃう。うん。なんかじゃすごい水の表現とかもすごいんですかこれ。いや。Xbox360 ってすごいなと思った。うん。映像を見てると。うん。とにかく綺麗。 <laughs> 間違いないさら、うん、に今回は8月号は E3 レポートがもうメインであると、はい、私あのルパン小島のイーが E3 レポートやらせていただいてます、まあ、ルパンちゃん何回目ですか E3 はもう、e、3何回目なの3回目目ななのかもうどうですか回あの前,前回の放送で来年はポルノとルパンどっちが E3 に行く、うん、ーダービーがやってますけどやろうよいやもう始まってメールが来てるんですよねぼ、ね、ちぼちあ本当てます、ね。 もう来てるだからその、はい、勝負を何で決めるかだよね得票数じゃないですかですゲーム大会とかやらないのバカじゃないの <laughs> <laughs> いやこれとかでやろうぜ <laughs> そのお前だってえっえマルユーザーだろまあでも俺も一緒に行くよ <laughs> <laughs> 一緒に行く叱れ叱れよほら<う>発売後に募集しますからまあ募集しましょうじゃこの場でも もうこれ、ちょうど出た翌日ぐらいにアップされますからそうですよ、だからこれを見た人が来年のイスリレポートはやっぱりルパン面白かったよ、ルパンが来年も行けばいいじゃんかいやもうルパンダメだめだったらあいつら任せられないポルノ来年行けよと、うん、というのをアンケートはがきにコメント欄にぜひ書いてください書い、うんはい。てくださメールでもいいんじゃないですかメールでもいいですよメール投票も受け付ける<で>ど,んどんぐらいで区切るんですか何が それ期間はぼんやりででいいすよある時だんだん来なくなりますからそういうのはまあまあまあじゃあそろそろそのそろゲーム大会とかやろうぜええとじゃあもらった票をどうするんですかもらった票をさちゃんと発表してさ途中経過でいいじゃんそれでまだやってますみたいな熱戦展開中みたいなまたやべえぞまたやべえぞいや大丈夫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 そういうわけでどっちが行かせたいか読者の皆様の投票にかかっておりますのでぜひぜひ えご参加くください、はい、いはよろししお願いしますあのー「<え>ルパン・コジマ」の E3 レポートでやらせていただいたのは実機を触っていろいろリポートやらせていただいたんですけども出展されたゲームのタイトルの方を別チャンネル別チャンネルで設けて、えー、ぎっしり詰め込んで映像を確これ1時間入ってんのすごいぞ1時間入ってんのサブメニュー画面にちゃんと分けてこうバーッといろいろすげーなあれや え？あれやって言わない。お前大丈夫か耳？俺ですか？おだよ。あれよ。俺滑舌いいぞ最近。本当に？あれね。若いぞなったもん。なんだお前。気持ち悪いよもう。あの Xbox ド6ンのヘイロー3も入ってるから。W のね。ゼルダマリオ。うん。 ウィ,ーウィーの「ゼルダマリオ」とか入ってるしあのウィーのさこのどうやって遊べばいいかっていうかもちろん俺もやってるんだけど、うん、そのウィー遊びながらこういろんなタイトルのカタログが入ってくるっていう映像もあだ動きがどういう動きで画面がどう動いてるかわかるよねゼルダの伝説とかわかりやすいなあの映像でも E3 の映像1時間ってすごいねすごいよだ,だって昔はこれで1本で商売にしてたわけですからねうん、うん 微妙なあなたがリアクションするとあ微妙なことだった、うんだなということになるので <laughs>、うん、普通流せばいいんですよこういう時はそうかはいというわけで新コーナー、はい、こちらはですねあの DS の,、はい、あの携帯ゲーム機の、まあ、おすすめするねあのソフトをこれはだから今後、うんえー、携帯ゲーム機 NintendoDS の最新ソフトをやっていく専用、うん、コーナーみたいな Nintendo DS のゲーーーム専用コーナー、うん、であのユンユンさんという人と声優さんねユンユンと,、えー、とうちのイチの,のルギア、はい、あいつもともと,あの、えー、とフリーのライターでさゲームライターでさ任天堂の,あ,のあっちの水間さんのとこ水ピンのとこ編集部とかに出入りしてたところがあるんで、はい、ンン彼が博士になっていろいろユンユンと一緒に DS のゲームで遊んでいこうっていうそんなコーナーです。 ニンテンド DS のゲームの売れ方はちょっと桁違いないですからねだってランキング20位まで見たらほとんど DS で100万超えてる50万超えてる d s, あれだ, <S DS だらけなのだからすごいなと思ったのがもっとあのもっと脳トレ、うん、とあと脳トレも伸びてるんだよ両方,両方で両方買っちゃうのなお年寄りに売れてんだってあれいや売れるだろうでだって、うん、このテレビショッピングでやってたもんおおっホントにニンテンド DS と脳 <laughs> <で>トレのセットとか で庄司さんとかがど <laughs> うやってやってんのーーいやそっち系は後伸びするよねしかも今本体って買えないじゃない店頭ででテレショップで出したからさすがの一ひとりさんが1台って言ってたけど、うん、余計だからその周りで流行ってるところでこう拍車もかかってさ欲しいってことになるだって小間劇でプロモーションやってんだよ DS って小間劇で例えばなんか分かんないけどさ森光子とか北島三郎がやってんじゃない ノートレーがあって、じいさんばあさんがあって、ああこれかこれかと、私何歳でしたと。ええー、ういうわけで現在好評発売中の本日 DVD 八、はい、月号でございます。もうね最新ゲーム情報を知りたい人はもうイースリートクホがね一時入ってますから、はいぜひぜひガツガツと買っていただいて見ていただいて。はい、絶賛発売中なんでよろしくお願いします。ええー、そして、えー、世間はワールドカップ、お、ダブル杯ですよ。おお。 ダブルハイやってるんですけどもなんか突然ですねディレクターの山岸さんとかなんかワールドカップ予想ゲームをやろうみたいな時事ネタもね時事ネタもやろうということですが今日が6月22日なんですけれどもなんでこれからなんですよ日本ブラジル戦ねそうなんです状況がわからないままですねとりあえずグループ D までは予選通過チームが分かっておりまして その他はとりあえず6月22日時点での勝ち点と得失点とか分かる表があります全出場チームの。なるほどでこれをいくつ選ぶ要,要は最終的に結果として、うん、ベスト3に入る国を予想して外したら罰ゲーム罰ゲーム罰ゲームですよ罰ゲームはまた痛いやつかな絶叫系がいいですねって絶叫系が <laughs> 書いてありますね なんか俺でもポルノ・スズキが罰ゲーム食らってるとこあんま見たことないな俺もないよそ今回バカオの DVD で事故は起きましたけどね事故 <laughs> あ<れ>本当にあれまあ罰が当たったのかなみたいなお前は自分で食らって自分で笑ってるからすげえなと思った俺はいや爆発するかと思ってドーンって来て俺ら引いたもんだから<や>食らったとうの本人がだからハハシーンとして <laughs> こいつの頭おかしいなみたいな びっっくりしちゃってゃ<や>これね何チーム選ぶの ?3 チーム,かチームベスト3はいどうぞタカ君からポルノ鈴木さんから選びますかわわこれで、ね、もう間違いなくドイツ入りますお<う>自国開催ですし、うん、ねこれでこの表を見ても勝ち点を9点上げてるチームはど今のところですよドイツとポルトガルだけ、うんうん、ポルトガル強いねだから、まあ、ドイツは僕は入れますねはい であとアルゼンチン入れます<ー>なぜならアルゼンチン人はいい人だから<ー>私インターネットオークションで海外のインターネットオークションで取引、はい、よくアルゼンチンの方と何度か取引したんですけどアルゼンチーナアルゼンチーナ、はい、いい人なんですみんなミニカーを買うんですけど<ー>必ずお菓子を入れてくれるんです国際郵便<ー>向こうのエンゼルパイみたいなやつを入れてくれるんですよ怖くて食わないですけどさすがに。<laughs> <laughs> ちょっとわか,かんないでまあまあまあ確かにねアルゼンチン人はすごいいい人<ー>なのでドイツとアルゼンチンは僕入れますなるほどで困るのがもう1個と 1>、うん、で罰ゲーム嫌なんで、うん、ブラジルかポルトガルポルトガルにでも何の思い入れもないんだよなじゃあドイツアルゼンチンブラジルでおドイツアルゼンチンブラジルええ じゃルパンさんの予想ははいえっと一応僕もドイツは入れていいですかまあどうぞ開催国ってやっぱ強いからね一緒に第二次世界大戦を戦った国ですかまあそうだよねじゃああとイタリア選ぶよいやあのね俺ね一応ドイツとあとやっぱずっとウィーレでお世話になってるイングランドお世話になってるんだはいドイツイングランドもう一チームがスペインおスペインスペインね見ててね あのー、あ、試合を見て強いなと思って強さが違う強いね、うん、あと男前みんなかっこいい <laughs> あのフォワード陣が無敵艦隊なおおすごいぞあれはモテるなじゃあ俺はドイツイングランドスペインあじゃあドイツしかかぶんないですよ僕ドイツアルゼンチン、えー、どこでしたっけブラジルです、はいうん、さあどうなりますやら ちょっと楽しみよね。罰ゲームはどうするんですか。ディレクターのサンタは。罰ゲームは気まぐれにあの人が決めちゃうじゃないです。か<わ>決めてくれる。<ー>はい。というわけでファミ通デブディービーディーポッドキャスティング二十三回目を迎えましたけれども。はい。四。二十四。二十四回目です。私は全く違うものを見てたんですか。<laughs> ああ<ー>。いっぱい。切り離しちゃう。まあね。二十四回目ですよ。ああ、ね。一年五十週ですから。もうこれで半分のラインを次にまたぐ。 すごい半年やってます。早くあれやろうぜ、二十四時間。やらないです。<laughs> 絶対にやらないです。<laughs> 必要。よく考えてから、しゃべってください。<laughs> はい。え、そういうわけで、どうなることやら、ワールドカップね、はいうん、予想ゲームも。織り交ぜまして、お驚きました。はい。ワンセグリービー、ポスケスキ二十四回目、お相手はプロの鈴木と。はい。え、はい、ルパン小島でした。はい。